熊谷多三郎は、日本の実業家、政治家、自由民主党の参議院議員、ゼネコン、熊谷組の二代目社長、行政、事業の両面で、原子力発電所の建設を推進した。福井市中央公園の熊谷多三郎、造建設業を営む熊谷三太郎の次男として、福井県福井市豊島上町に生まれた。福井中学校、一校を経て、 京都帝国大学経済学部に入学し1930年に卒業。一高在学時にはあらら議会に入会。この時、斉藤も吉谷土屋文明から短歌の指導を受けている。その後、家業の建設業に従事していたが、1933年4月、飛島組社長の講演により、福井市議会議員選挙に当選。まもなく市議会議長となり、 飛島組の取締役になる。市議会では2期12年半議員として在籍した。1938年1月、飛島組から独立し、株式会社、熊谷組が創設され、父の三太郎が社長で、田三郎は副社長となった。1945年10月2日、市議会の選出によって、福井市名誉職市長となった。百四十七年に公選となり、 改めて市長に当選。市長在任中は、戦後全国で初めて、福井市内の下水道整備を推進。熊谷が推進した結果、昭和30年代には、福井市の下水道普及率が全国で1位になっている。二代目社長を経て、会長となった熊谷は1962年7月、福井を地盤に、自民党の参議院議員に初当選。政治家としては、 科学技術庁長官と国務大臣、原子力委員会委員長を歴任し、高速増殖炉、文樹の建設を推進した。参議院は5期務めている。熊谷は長らく北陸で長者番付1位の座にあった。また、1963年より福井短期大学の学長。 1965年には、開学したばかりの福井工業大学所大学長を1970年まで務めた。1992年1月15日死去。去年85。ここでは、福井市長及び科学技術庁長,長官以外で歴任した役職を記載する。ありがとうございます。